1921年、シルクハットをかぶり、イギリスのオックスフォード大学で、ボートレースを見物する皇太子ヒロヒト新郎。オペラハットシルクハットシルクハットシルクハットは、塩尾服及びモーニングコート着用時に用いる、第一精霊装用の紳士帽子。クラウンが円筒状で高く頂上が平らで、唾の両側が反り上がり、ヘリが鋭角に折り返っている機能性の帽子のことを指す。 作られた当初は、ビーバーの毛皮を用いた帽子であり、ビーバーハット等と呼ばれていた。後に絹が使われるようになったのでシルクハットと呼ばれ、その故障が日本では一般に定着している。シルクを使うようになったのは、乱獲により、ビーバーが絶滅寸前になったための代用である。アルバート王子の影響を受けたとも言われている。 日本で一般的にシルクハットと呼ばれるものは帽子の形を指しているがその意味では英語ではトップハットが一般的に用いられる。これは親しみを込めてトッパーとも呼ばれることがある。英語でのシルクハットは絹製のトップハットを指し絹製であることを強調するために用いられる。シルクハットという言葉はあるが形を指す場合はトップハットと呼ばれる。 ジョン・ヘザリントンが1797年に作ったものが最初のものと言われている。作られた当初はビーバーの毛皮を用いて作られていたが、後に絹が用いられるようになった。アメリカではトップハットとして19世紀にはストーブパイプハットが流行した。これはリンカーンが大統領時代に被り人気となったもの。トップハットには様々な形があるが、これは パイプのように直線的であり、トップとボトムは広がらず、一般的なトップハットよりも高さがある。その後、トップハットは、クラウン部内側にヒンジ付けのフレームを使い折りたたむ、ことができるようなものができた。これは、オペラハットやギブスとも呼ばれた。オペラハットやギブスは、トップハットと同義にも、また、高さのある男性用のフォーマルな帽子に対しても、使われる。 1920年代にはハイハットとも呼ばれていた。19世紀後半になるとトップハットは一般的なファッションとしては次第に用いられないようになる。中流階級は山高棒やソフト棒のようなソフトなフェルトの帽子を使うようになった。これらはシティライフに便利である上大量生産に適していた。トップハットは熟練者の手作りでなければ作れなかった。 トップハットは上流階級向けとなり、皮肉や批判の対象ともなった。第一次世界大戦末頃には日常生活ではほとんど用いられなくなった。1930年後半には昼間のモーニングスーツやイブニング用のタキシードや塩ビ服などの礼服に合わせるためだけのものとなっていた。政治や国際外交などの特定の分野ではまだ使用されていた。 誕生したばかりのソビエト連邦では外交官が国際的慣習に従ってトップハットをかぶるか否かについて激しい論争がなされ投票により賛成派が多数を占めたこの論争の背景にはプロパガンダ用のポスターにおいてシルクハットをかぶった演尾服姿の男性がプロレタリアート階級やソビエト政府に敵対するブルジョワジーの象徴として しばしば扱われていた事情がある。トップハットは、精霊層を舞台衣装とした名残として、マジックショーでよく使われる。また、パーティーでの服装でも合わせられることがある。現在もトップハットを愛用する人物としては、ガンズローゼスのギタリスト、スラッシュが有名。現在、トップハットのウールのフェルトや面、ポリエステルなどの安価なイミテーションものが、塩微服やモーニング用に作られている。 通常、ストープパイプ型で、フラットブリムの仕様であり、きちんと作られた毛皮や絹製のものはかなり高価なものとなる。落合直文、シルクハット、ことせん、日本大典第転巻、羽賀輝市改修大倉書店、1922年、2210ページ。ガイド帽子の種類と名称、帽子の通販、帽子専門店、イフティアート、 2021年7月18日閲覧。ありがとうございます。